エンディングと見せかけて、ええ、なんと、ほう、なんとなんと、え、マジマジで、Jさんと大久保さんの方から、はい、誕生日を記念に一曲歌ってみましたと、まあ一発、はい、ちょっと聞いていただけますでしょうか。え、前にあったやつでしょ、誕生日の歌。まあちょっとわかんないんだけど、うん、それは、前坂本の誕生日に歌ってくれた、あ、そうかも、あったじゃん、あんなイメージかもしれない。マジマジ、俺のためにちょっと一曲聞いてみますか。うん、何歌ってくれるんだべ。ハッピーバースデー to you。 どうでしょうね、僕もこれ取り込めるか、今日一発目から、うん、もうこれで取り込むしかないな。大丈夫、あ、いけてるね、いけてる、いや怪しい、怪しくない、大丈夫、聞いてないさ、前さ、うん、できなかったんだよね、これで。おー、止まったんだよね、前。いや、大丈夫だのはず。そうだ、カクカクでなんだかって言ってたな。うん、ちょっと待ってね。はい、はい、ちょ、はい、はい、聞きたいな。聞きたいんだけどさ。いや、大丈夫でしょ。何、歌ってくれって何も言ってなかったよ、そんなの。まあこういうのはサプライズだからね。あの、憎いことしてくれますね。サプライズですから。はい。ちょっと待ってね。よし、やろう。また。こっから。この画面ですが。はい。音の大きさが足りてないな。よし、わかった。もうちょいあるか。まだ足りねえな。飲むか。そういえば今日、中岡さん誕生日だった。うん。一曲お祝いソングは。はい。俺も呼んでくれ。放送中ってのもあるから、はいはいはい、そうそうね。ハッピーバースデーかな、うん、捧げるこの一曲、はい、山岡屋ミュージック。おー、どうかな、山岡屋ミュージック、マジでってあれだろ、やっぱこれだろ、染み渡る。これフルで僕聞いたことないからな。おうおう、生岡基本一番だけだからね。はい、おいしいラーメン見つけた、山岡屋で見つけた、太くて強くてまっすぐ、出てきた、麺の力で溢れる元気、みんなでいただきます。癖になる味ラーメンの山岡屋。これ一番だろ。うん、一番一番。ちょっと変わってね、二番三番になる。当たらないよ、まあそれフルで。嬉しいラーメン見つけた、Kさんから山岡屋で見つけた、豚骨グッツグッツじっと待つ、だしがそれうまそうな、優しさあふれる幸せ、みんなでいただきます。クセになる味ラーメンの山岡屋。凝ってるね。まだあるんだ。そう、3番まだある。3番あるんだ、うん。楽しいラーメン見つけた、山岡屋で見つけた、味噌塩醤油辛味噌、タレが運ぶ夢あふれる笑顔、みんなでいただきます。クセになる味ラーメンの山岡屋。俺、そうそうそう、間違いない。じゃないんだ、作れるの。一瞬でデブったけど。毎日食ってれば多分1ヶ月で5回になるよ、山岡屋を。雑だ。僕何を祝っ、山岡屋を祝った歌に聞こえるんだけどね。俺にとっては宣伝動画だろ、山岡屋の。最高のハッピーバースデーだった、うん、俺にとっては。ありがとう、Kさん、お父さん、おめでとうございますと、うん、あ、まだある。来年もよろしくお願いします。使い回し、最後の最後に
爪が甘かった今。